早草ぶさ明王子は、危機に伝えられる、古墳時代の皇族、五世紀頃の王神天皇の御子、仁徳天皇の異母帝。母親は、古事記では、桜井田辺蓮水二の娘、糸井姫で、日本書記では、桜井田辺蓮男組の妹、糸姫。は早草さ別御子とも表記する。古事記では、早草ぶさ明命。古事記。 日本初期に共通する物語をまとめると以下のようになる。仁徳天皇は面取り王女を非にしようとして結婚の仲立ちを頼まれた。しかし、早草明王子は密かに彼女を妻にして覆面せず、さらに行為への野心をうかがわせる不敬の言動が本人からも周囲からも相次いだ。このため一度は二人の仲を許した天皇の怒りを買った。 古事記には次のように、まず、めどり王が、即送別王に、天皇を撃つべしと促したことが記されている。この時、その夫即送別王の糸を積ませるときに、その妻めどり王か曰くひたまわく、ひばりは天にかける高い句や、はやぶさ明美そさざいとらさね天皇この歌を聴かして、すなわち軍を起こして、欲殺むとす。とうたひたま引きまた、日本初期にも、にはかありて、 早草分け王子、王女の膝を枕にして伏せり。すなわち語りて曰く、みそさざいと早草ぶと十句か、早きという。曰く、早草は林しという。すなわち巫女の曰く、ぜ、我が咲きてるところなりという。天皇、ぜのことを聞かしめして、さらにまた急判を起こしたもう。時に、早草分け王子のとねりとを歌して曰く。早やは天に登り飛びかける際が、 上野味噌サザイ取らさねとある。日本書紀によると、追っ手として、日々本地べたけし、はりま正しやにわか、農子古事記では、大和国の歌の素地で捕らえられ、二人とも殺されたという。以上、初期も歌物語の要素が濃厚だが、特に古事記は、全体が歌謡を中心とした歌物語として、文学的価値の高いものになっている。ありがとうございます。